オースターブルーフは、ドイツ連邦共和国ニーダーザクセン州、クックスハーフェン軍ザムトゲマインデラントハーデルンに属す、町村である。オッテルンドルーフのグラマイアーシュタックの堤防が決壊して、4.5メートルの小規模な洪水が起こった、際の浸水地域オースターブルーフは、エルベ川下流域に位置している。エルベ川川口及び北海に近いことから、高潮による、 ダム結界の際には最大海抜2メートルの潮域の大部分が浸水する危険を有している。グラマイヤー堤防の論文には起こりうるシナリオが記述されている。自治体オースターブルーフにはノルダーエンデ地区、ヌップフーゼン地区、シュバインスコプフを含むジューダーエンデ地区で構成されている。オースターブルーフは1207年にオースターブロックという名称で初めて記録されている。 これは、この地の教会を、ブレーメンの聖堂三次会に寄贈する、ブレーメン大司教ハルトビヒニセイの文章である。この教会は、聖ペトルスに建造されている。1969年12月17日、議会は、満場一致で、1970年1月1日から、オッテルンドルーフに本部を置くザムトゲマインデハーデルンに参加することを決定した。 公的な法律上の取り決めとザムトゲマインでの基本条例の草案は無事に承認された。ザムトゲマインでは当初のイエンキルヒエン、ノルトレーダ、バナ、オッテルンドルーフで構成されていた。1972年にバナはザムトゲマインでハーデルンを離脱してザムトゲマインでジートラントに参加した。いずれも12月31日の数値である。オースターブルーフの町議会は 7人の議員で構成されている。これは人口500人以下のザムトゲマインデに属す町村の議員定数である。議員は5年ごとに住民の選挙で選出される。町議会は議員のペーター・フォン・シュプレッケルゼンを任期中の名誉職の町長,長に選出した。第二次世界大戦後の主張を以下に列記する図柄上下に分割。 上部は銀字に3枚の青いカラスキの葉。下部は赤字に銀の馬の頭部。解説、カラスキの葉は土地の開墾を意味している。馬の頭部は、この町のニーダー作戦の伝統を示している。ギャラリーイコールオランダガザグルマこれらの文献は、翻訳元である、ドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、日本語版作成に際し直接参照してはおりません。 ありがとうございます。